皆さんこんにちは。今回伺ったのは焼肉チェーン店の牛しげ。近頃では珍しい七輪の炭火焼きで、コースの品数も豊富。制限時間はゆったり2時間。当チャンネルでは最近頻度が高く、なんだかシリーズ化してきた焼肉食べ放題をお届けします。なぜか急に焼肉食べたい時ってありませんか？この日はそんな日で、夕方5時頃に来店。店舗によりますが、平日は17時、土日は昼の12時からの営業です。店内は余裕のある配置でゆったりしています。掘りごたつ席があるのもいいですね。机には七輪が置かれていました。食べ放題のコースは全部で3種類。コースによって注文可能な品数が変わります。共通してお時間は2時間制で、ラストオーダーは20分前。今回私たちは一番人気の牛しげコースを注文しました。下味の種類がとっても豊富なのが、他のお店にはない牛しげさんの特徴です。注文した牛しげコースは5大看板を含め115品。お手軽コースから500円くらいの差で一気に品数が増えるのでお得です。ドリンクはワンドリンク制ではないので、お好みで注文。私たちはお部屋で済ませましたが、飲み放題もあります。お支払いは現金の他に、こちらの方法が可能です。コースを注文するとパネルが切り替わり、注文が可能になります。早速メニューを見ていきましょう。牛しげコースの牛肉はカルビやロース、ハラミの7品目。さらにそれぞれ下味が選べます。ワンランク上のプレミアムコースには桜ユッケや牛タンもメニューにあるようです。他に一品料理やキムチやナムルの各種お漬物、ご飯にスープなど、大体焼肉食べ放題における王道のラインナップが網羅されています。いろんな焼肉食べ放題に行きますが、牛しげさんのこのパネルはかなり見やすくて押しやすかったです。このハサミが綺麗なのがポイントですね。あ、使いやすそうだね。うん、綺麗。火力通り焼いたらいけますか？うん。おお。いや、すきっぱらに来ますね。このビジュアルは。お腹空いてるからね。おお、辛みが。いい感じで焼けてますね。うん。中なんだけど、なかなか多いね。結構あるね。タレご飯。韓国のりと、カレーって何のカレーだろうね。焼肉のカレー的なことなのかな。へえ。これもご飯にこうダイブさせたいね。じゃあいただきますか。いただきましょう。いただきます。何もつけずに食べてみよう。はい。味ついてる？結構濃い味がついてる。あ、ほんと？うん。これが、まあ、元気カルビか。うん。牛しげカルビはないんだな。牛しげカルビの方がナイスらしい。へうん、鎮座してるっしょ。重い。なん、1号ぐらいありそうじゃない？ね、結構、うん、横から見ても山になってるもん。山になってるもんね。すきっぱらにガツンとお肉を食べる。いただきます。はい。うん、おいしい？おいしい。牛角とかさ、うん、ああいうチェーン店の中では値段がかなり抑えられてる方らしいよ。あ、そうなんだ、うん、それはいいね。さっきのがどれかロース、こっちが、うん、辛みね、もうタレいらないかもしれない。あ、ほんと、うん、まあ、ポン酢すっきりしていいかもね。大根だしみたいな。そうそうそう。厚みも結構あるんだよね、ものによって。結構厚切りだよね。うん、柔らかい、おいしく、おいしいね。うん、いや、かなり柔らかいですね。あれだな、ちょっと第一陣はさ、うん、あれなんだけど、だいぶ焼きすぎてさ、本当だね、カラカラになっちゃった。本当だね。じゃあカルビ食べてみっか、うん、確かタレだった気がするんだよね。うんうんうん、最初は全部タレでいったっけ。うん、
あそうだね、確かに比べるとロースの方が全然美味しい。あ、ほんと、うん、これがロースでちょっと焼きすぎちゃったね。なんだろうこれ、味噌？いや、柚子胡椒。あ、柚子胡椒か、うん、塩だれの柚子胡椒的なものじゃないかな。トータルで、ね、なんと120分ありますんで、うん、焼肉屋さんで2時間で実はあんまりないんだよね。飲み放題とかの120分で堪能できるのがこちら、まあ我々は水ですけど。焼肉にわさびもなかなかいいんだよね。味変に大活躍のトッピングは6種類、こってりからさっぱりまで一通り揃っています。今回は味付けネギと生わさびが大活躍しました。柚子胡椒の鶏、多分せせりかな、これ。形状がせせりっぽいね。うん。あ、でもプルンプルンで、美味しそうだよね。うん、どう？うんうん。めっちゃ柚子胡椒、辛っ。鶏の歯ごたえと、鶏の旨味、うん、ちゃんとあるね。うんうん。柚子胡椒がえらい効いてるけど、うん、これ今回柚子胡椒だったけど、違う味でも食べてみたいかな。確かに。うん、柔らかくて美味しい。うん。ちょこれもこのコース限定炙りすき焼きみたいなやつ、うん、炙りなんちゃら2枚ぐらいいくか、うん、これちょっと油断するとね、このダクトに確かに使っちゃう。でこれのお供はこの卵、そうだね、ちょやってる間にものが丸まってきた。そうだ、ね、はいはいはい、大事故みたいな。早いよ、オタク。早い早い早い。あ、ありがとうございます。ポリポリ。進化だね、完全に。いいんじゃない？いいね。はい、いいよ、いいよ。できた。いくぜ。はい。こんな感じだな。おぉ。美味しそう。うん。これはもう味ついてるのか。うんうん。じゃあ、いただきましょう。美味しい？これうまいな。ご飯が進む、うん、おいしい。さっきのすき焼き、ご飯に入れました。これは普通に。卵濃いね。おいしい。あれ、もしかしてこれ卵なくてもうまいかもしれない。本当、うん、思うんだけど、これ大根おろしめっちゃ合うんじゃないね。大根おろしいいよね。うん、ね、うんうん、うん、これ大正解。本当、うん、なんというか、このすごいこう油出てたじゃん、うん、それがポン酢でさっぱりする。うん、ありがとうございます。第2陣来ました。ハラミです。暑いよね。はい、あ、ありがとうございます。はい、ございます。ありがとうございます。ちょっと食べてないやつを焼いていこう。そうだね、それはちょっと時間かかりそうだから早めに、うん、暑いね、いいね。ちょっと脇でロースを焼こう。はい、すごいね、なんかステーキと焼き肉っていう感じがする。うん、エアーズロックみたいな。真ん中のボスにそうそうそう、取り巻きがさそうだね、やつみたい。確かに。あ、はい、なんかすげえの来た。それ何？ドラゴンベジカルビだって。今日は壺に入ってくるのかなと思ったら、あ、そうだね、お皿できた。あ、なるほどね。ステーキにしか見えないよ。なんつうかね、すんごいブニブニしたね。机の上がいっぱいです。じゃあまずロースが熱いうちに食べちゃおうかな。そうね、やっぱ塩だれなので、うん、こん
塩だれそのままいってみるか。美味しい。あ、塩だれなんか美味しいかもしれない。あ、ほんと、うん、これなんだっけ。ハラミ。ハラミ。あ、だったロース、ロース。確かにロース一番うめえ。ロースです。これもなかなかの厚みがあるよね。美味しそう。ほらほら。すごい。って感じ。みんなこれ見える？すごいね、厚さが。厚さがやばいよ。ほらほら、半分埋まっちゃったの。ほんとだね。うわ、半分埋まったわ、やっぱ。このコースの目玉の、うん、ナンバー2だったよね。うんうん。もう王様花見ってんだから、やっぱりご飯に合うっしょ。多分ね、多分っていうかそうでしょ。ステーキのような王様ハラミ。うん。あ、でも思ったほどしょっぱくないんだね、これ。うん。見た目以上に味はそこまで濃くない。うん、そうね、そうね。うん。しかもこれが一番うまいぜ。そうね、それよ。うん。そろそろですかね。一旦返す。うん。イカみたい。イカだ。確かに私もイカかと思った。特殊な返し方。ポンパンです。割と熱いね。うん。野菜邪魔？まあどちらかといえば。じゃあ野菜端っこにして。で、この待ってるアイス間にアイスを食べていく。そうだね。いいね。この合間に食べるね、アイスを。美味しいよね。そうだね、ペロペロしながら食べれば美味しい。うん。一番うまい。あ、チョコとバニラのセットなんだ。そうだね。ここだけ燃えてあげるよ。豚さんの脂が炭の最後の力を振り絞らせて、ね、切るかね。あー、切るか。うん。この切り込み入ってるからイカみたいに見えたの。イカだったらいいな。これすごいでかいね。ね、厚みもすごくない？すごい。なんかもう黒くなっちゃった。うん、これもらう。これはあれなの、きっと山地で巻いて食べる的な感じ。あ、でもあいにくね、山地はこのコースにはないんです。そうだね、サムギュプサル的な感じの厚みがある感じだね。めちゃくちゃ厚いよ。美味しそう。うん、これ大きいな。ほんと？うん、柔らかい。うん、こうやって食べる。そう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 、多分こういうことだと思うんだよな。いいね、これ美味しい。これがトンタンです。これも熱いんだよね、結構。トンタン美味しいね、あのすごい噛み応えがある。うん、結構薄い。タンって薄いんだけどさ、うん、厚みがあるからね。うん、トンタンも薄い状態で出してくるお店多いと思うんだけど、こっちはサイズが小さいけど厚みがある。うん、だから噛み応えがあって、ネギ塩タンみたいなことだね。うん、あ、気に入った。うん、うんうん、間違いないよ。今回はちゃんとガリバタを。さっき忘れてたからな。うん、なんですか、何に何を使うのかはね、商品数が多いもんね。そう、いっぺんに机に並んじゃうとどれがどれのタレなのかが分からなくなるっていうか忘れちゃうんだよ。うん、ガリバタにインするよ。はい、ガリガリ。すごいね。すげえ。よ、香りはガリバタ。ガリバタ、明日人に会えなくなるガリバタだ。それで巻く。うん、負けた。うん、負けてないけど負けたことにしよう。うん、うん、ガリバター濃厚。ガリバター濃厚。口に入れた瞬間もね、めっちゃニンニク。へえ、うん、大判ロースは厚さ2ミリぐらいかな、うん、2、3ミリ、結構あるよね。厚さですぐ焼ける。うんうん、噛み応えがあって癖がなくて美味しいです。確かに、うん、ね、あの
合わせるソースとかが生きるよね、うん、チキンにはチーズ、チーズフォンデュ好きだったもんね、うん、じゃあどんどん焼いていく、はい、辛そう、辛そうだなと思ったんだけどチーズフォンデュ好きだったんで、うん、いけるかなっていう賭け、食べれるといいね本当だね、食べれなかったらあれだよ何お腹いっぱいだよ俺さっきはホームランバーだったけど、うん、今度は能銘柄の評価って書いてあるね。うーん、癒されるマヨネーズかと思ってたたっぷりとチーズダッカルビって書いてある。あ、グーフォーム、うん、ダッカルっぽい、ヤムヤムじゃないから辛くないよ、よかったよかった、うん、この鳥は何だっけ、柚子胡椒だよね。これはね、塩だれだと思う。あ、塩だれか。思うんだけど。ありがとうございます。鶏そぼだ。ああ。だからこんなに勢いよく火が出るんだね。油が、まあいい感じなんだろうね。ヤムニョムチキン。そうなの？あれ？何チキンだっけ？チーズダッカルビ。あ、チーズダッカルビ。もう赤いチキンはヤムニョムだと勝手に思ってるからね、脳が辛くないのに、うんうん、俺も鳥さん食べるかな、うん、なんか鳥うまいね、うんうん、鶏トロすごいジューシー、なんとかトロってついてるやつみんなジューシーだよね、うん、ちょうど2時間で炭火がなくなるぐらいなんだよね。うん。召し上がれ、召し上がれ。これなんだっけ？よくわからないんだけど、多分。何の嫌がらせ？塩コショウじゃなくて、柚子コショウなのはわかるんだけどね。おそらく部位的にはロースだと思われます。うん。豚かな？あ、豚ロースの柚子胡椒だ。あー、そっか、うん、柚子胡椒だよね、やっぱり、ね、じゃあ、柚子胡椒なんでそのままでいいね。辛っ。さっきの鶏のせせりの柚子胡椒も辛かった。うん、あの感じの辛さ。おお、あの山ほどあったやつ食べきったんだね。まあこれぐらい余裕ですよ余裕です。2本目です。オアシスとかしてるね、うん、アイス。最後の食事です。食べきりましたね。じゃあごちそうさまでしましょうか。はい。大変美味しくいただきました。2時間の食べ放題で私たちが注文したのはこちら。ご飯がいつも以上に進んで結構食べた気がします。多分牛しげはお酒が飲めるともっといい気がします確かに。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。